はい、えー、フリーライターの今ョーです。えー、2023年、ね、2本目の、えー、動画になります。えー、今年もね、えー、ひとつき万冊の視聴者の皆さんあの、よろしくお願いしますね。あのー、毎日なんとか上げて、まあ、日曜は休むと思いますけども、えー、で、まあ、2本目、まあ、1本目はね、ちょっと明るいニュースでスタートしたんですけども、やっぱり去年から続いて、えー、僕らが忘れてはいけないなと思うのは、 岸田政権の嘘です本当に、なんていうのかな、息を吸うようにこの人たち、岸田さんはもちろんのことを他のあの大臣も、あのー、本当に息を吸うように嘘を言うんだなと、しかも真顔で言ってるんで、真面目に言ってると人間ってさ、信じやすいじゃないですか。なんかね、失敗も認めないし、えー、発言はコロコロ変わるし。 えなんだろうこのサイコパス政権なんですかって言いたくなるぐらい、あるいはもう戦略的に国民を騙すんですかっていうぐらい、もう岸田,、えー、岸田政権は最悪です、うん、なので、それを忘れちゃいけないと思います、なんか真面目に岸田内閣に期待していると、こっちがバカ見る、国民がバカを見てしまうので、国民は賢くなる必要があります。 だから、嘘をつかれていたってことは、はっきり僕らは覚えておく必要があるし、それが1個2個じゃないんだと。ただね、もう何十個もあげたらキリがないので、今日はですね、たった5つの嘘について、しかもみんな切実なあの嘘なので、それをはっきり覚えておきましょう。5つぐらいだったらみんな覚えられるだろうと思って、今日、記事を読んでいこうと思います。一発目はこれですね。はい。 岸田首相増税検討指示って総裁選で言い切った消費税は10年上げない発言は何だったのかと、ね、日韓現代が言ってあの指摘しております。消費税は10年程度上げることは考えてないすぐに増税で財政を埋めることは考えてない約1年前の2021年9月18日の自民党総裁選の 候補者討論会でこう言い切ったのは岸田文雄首相だった、まあまあ、今、首相になったけどね、果たしてこの言葉を信用した国民が悪いのか、岸田さん、65歳だけど、まあなんだろう、地方省認知症なのって言いたくなるよね、2027年度時点で1兆円程度の税収増を目指す。 岸田総理が8日、12月8日ね、与党幹部に増税の具体策を検討するよう指示すると報じられた。えー、増税検討の目的は防衛費だ。ねえーえー、岸田さんは2023年度、つまり本年度から5年間の防衛費総額を約43兆円とする方針を示し、これを受け、自民、公明両党が12月7日、えー、国家安全保障戦略など3文書改定に向けた 外交・安全保障に関する与党協議会の会合をこの国会内で開いたその結果、歳出削減を優先しつつもというか、何を削減するか全く決まってないけどね、えー、防衛費増額の不足分は増税で対応する方針を確認したつまり、まだ何をどこまでカットするって決めてないけどとりあえず増税っていう方針発表したんだねアホかだよね。 歳出削減ってことはイラ,ンイラン事業はもう切っていくって話だけど、それもまだやってないし、どこまで、えー、削減するかも決めてないのに、えー、防衛費は増額しますよって言ってるんだよね、しかも増税でもともと防衛費の大幅増額をめぐっては、政府内では法人税や所得税の増税が必要との見方が支配的と報じられているが、ただでさえ実質賃金が下がり続け、 物価高にあえぐ庶民にさらなる負担増はきついだろうと、そもそも43兆円の根拠だって何ら示されていないのだその通りなんですよ。具体的に何をどこまで買うとか決めてないから、日本以外の国にお金を軍事費で配ろうっていうね、あの発表があったりして、わけがわからないです、もう。えー、事故協議の、えー、内容が報道されると SNS では 何を好き勝手に増税で合意とか言ってんのと、国民は誰も支持してないよと、まあ、そうだよね、岸田内閣の支持率、今25%ぐらいまで下がっちゃってるんだよ、毎日新聞によると。えー、一般企業は決算,決算内容を厳しく監査され、税務署のチェックも入る、それなのに防衛費は内訳も示されないまま、増税仕方ないよねと、これってどう考えてもおかしいでしょう、どうどう考えてもおかしいですよ。 選挙で国民の信を問うのが筋だし、世界一高級の国会議員の定数削減、歳費削減など、まずやるべきことがあるとの怒りが、ね、続出いや、本当だよね、政治家ってさ、自分の身を縛るような法律って作らないよね。だから、まあ400万円台の平均年収しか日本人が取っていないんだったら、もう300万円台,台で、えー、国会議員の議員報酬決めればいいのに。 国民より私たちもらいませんとかさ、決めればいいのに、できないんでしょうね、うん、なんでできないのって言ったら、やりたくないからだよね、年収2000万ぐらい欲しいですっていうことでしょ、結局、目立ったのが、岸田さんは消費税上げない、増税で財政の埋めや穴埋めは考えていないって言ってたよね、あれなんだったのね、岸田首相の総裁選の討論会の発言を取り上げ、問題視する意見が出てきてる。 中には、いや、岸田さんは嘘がついてないとあの発言の真意はすぐに増税は考えていないが数年後には増税したいという含みの意味だったんだと,という皮肉もね。いずれにしても何ら議論もないまま防衛費は5年で総額43兆円増税やむなしといった内容が規制自立化していくのはやめてほしいといや、全くその通りですね。これに対してははね、ね、っきりと、ね、あの 子育て予算をちゃんとつけている赤獅市の市長、泉さんがこういうふうに言ってます、えー、増税や保険料負担を国民に押し付ける前に、無駄遣いを見直し、お金のやりくりをすることだと、一般の家庭では普通にやってることだと、ね、僕ら節約しまくりですよね、僕だってもうね、正月ぐらいあの、ちょっとちょっとプチ贅沢したいなと思ってあの、鍋、そうだ、鍋がいいぞ、野菜も取れるしと思ってさ。 やったときにさ、スーパーには4、5000円でカニとかが売ってるんだけど、とても手が出ないです。だからどうしよう、ちょっとでも贅沢したい、あ、そうか、298円税別のカ,カニの汁があるぞと、そのカニの汁のでだしを、ね、作って、えー、鍋やりました、一人,人鍋で。それ2日間ぐらいやって、でご飯も炊いて、まあ、締めの飯にしたりとかして。 ちょっとでも贅沢感ですよね、贅沢そのものじゃなくて、贅沢感を打ち出しつつ、この年末年始を過ごしましたよ。だから、国民みんな似たようなことをやってると思う、なんとなくではなくて、もうお金、キャッシュがないから、節約しまくりだけど、もう限界だと思いますよ。ね、政治だけが安易に国民,の負担を、うん、国民に負担を転嫁し、マスコミも加担を続けていると、一般の家庭にできて国、国ができないわけがないと。 これ以上の国民負担には反対だし、その必要はないと、国民負担の必要はないんだと赤石市長が言っております。ね、実際、赤石市長はこの画像を、ね、引用してるんだけど、よく見てみよう、岸田総理がこれからね、大増動するカレンダーですよ、ね、今年し4月には国民健康保険料の上限を2万円引き上げる、10月にはインボイス制度、これもう自営業者、もう壊滅状態になるかもしれない。僕も今イインボイスを、ね、やると 結局は法人向けの仕事が取りにくくなるから、こっちも法人化するしかないなと。それではインボイス制度は関係なくなるんで、まあ、株式会社を、まあ、僕、シェアハウス作ろうと思ってるんで、ちょっと株式会社の法人化っていうのを今、進めてます、ね。年内にはもう自賠責保険料の引き上げ、大変ですね、車乗ってる方は。まあ、来年4月になると、タバコ税ね、法人税、所得税が上がります。ね、復興特別所得税の期間延長もある。ね、ど,んどんどんどん国民負担が増えてるってことだよ。ね もう頭がおかしくなりそうなぐらい、ね、とにかく国民から絞り取ってやれと、生かさず殺さずでいいんだと、あ下々のものはと、江戸時代みたいなこと言ってますね。で、2番目です、まず増税しないと言った総理が増税するというふうに、もう1年でひっくり返っ意見を変えましたね、まずこの嘘二2番目、まるで統一協会内閣、これ月の、去年8月の記事だけれども。 岸田改造内閣が抱える統一教会爆弾というのは、非常にこれ、なんていうんだろう、予言のような記事でしたね。うん、ね長男と一緒に首相公邸で暮らしている、ね、岸田さん、コンビニ弁当を魚に、えーね、冷えた缶ビールを数本、日本酒ウイスキーをしたたかに通院しながら、内閣改造党役員人事を練りに練ったと、酒飲みながらやってんだと、えー、旧統一教会という政治用館を被ることになって、人生の苦心は倍増したと。まあこの後 あのー、自民ドミノが起きてくるわけだよね、秋になってから、ね、旧統一教会と関係のあった7閣僚はすべて排除し、第2次岸田改造内閣は国民の声をよく,よく聞く誠心誠実な内閣となるはずだったのだが、組閣したその日から加藤勝信厚労大臣、後でまあとでこの加藤勝信厚労大臣の話出てきますけど、えー、高市早苗経済安保担当大臣、寺田稔総,総務大臣と、えー、どん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 並んでますけども。 ね、ほら山際太志郎経済再生担当大臣、辞めましたねっていうぐらいに、どん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 この旧統一教会の関係議員がまあ辞めていくんですよ、このあと、8月の来日した内閣の後でですよ、ねで、統一教会との関係を断ち切るどころか増えてるんじゃないかと、あきれて物が言えないと、ここ,とここに至っては自民党として調査し,しないとした茂木俊光幹事長にも大きな責任があると。 ね、線引きが曖昧で国民の理解を得るのは難しいのではないかと、いやそうでしょうね、このあと実際に自民党員が起きて、岸田さんは自分の部下というか、閣僚大臣に向けては、身辺調査をしたと言ってるけど、全然してないに等しいよね、これね。だから内閣支持率は沖縄み下落したわけですよ。ね、で永田町のトレンドワードは、たちまち岸田統一教会内閣と揶揄されたと。 ちゃんと調べなかったのはまずかったというのは後の祭りだと旧統一教会を長年取材してきたジャーナリスト鈴木エ一ト氏がツイッターに、えー、教団広島教区三三原教会の教会長東広島市教区伝道教育部長などを歴任したとされる、えー、三永和ア氏と岸田総理のツーショット写真を投稿したはいこれですねもうズブズブやん岸田総理自身が <laughs> ねえ こんなに仲良く写っておきながら、ね、俺は関係ねえっていうのはもう通じねえですよ、ねね、写真はパーティーなども我、我も我もと政治家の周りに集まり、記念したというものではないですと、ね、屋上の広場で河川敷のようなところ、統一教会の集まりに岸田総理が参加した可能性もあると、党内では自民党の党員、党友の1割ほどが旧統一教会の信徒ではないかとさえいわれています 自民党は骨の髄まで統一教会に侵食されてしまったのかもしれない、ね。こう話すのは閣僚を経験した自民党ベテラン代議士だと、続けてこの代議士は、旧統一教会が自民党総裁選挙に影響を及ぼしたと語ると、安倍長期政権の短所となる2012年9月の自民党総裁選は、国会議員賞と都,都道府県議賞総数498票、過半数は250票だった。 1>, 1回目の議員で、党,党,員,党員投票結果は石橋ゲル199票、安倍晋三141票と、過半数を獲得できず、議員のみによる決選投票となり、安倍晋三が108票、石橋ゲル89票となり、安倍氏が勝利を収めたと、今、自民党内ではこの時統一教会関係議員が安倍さんに票を集中させ、逆転したのではないかと言われています、えー、無記名投票だったわけだから、今更さら真相は分かりません。 ただ、そうした話が流れているのは事実で、何やら得体の知らない不気味な空気に自民党は覆われてしまったと、ベテラン大義氏は言いますこれも関係あるだろうねっていうのは、安倍さんはだから、おじいちゃんの代から統一教会と仲がいいわけだよねだからこれれ疑われてもしょうがないよね。 まあそんな感じで、ですね、あのー、まず統一教会の問題は、岸田さん自身も疑いを晴らしてないってことです、説明責任、説明責任って去年、何度聞いたことだろう、ね、岸田さん自身が全然説明責任、みんなが納得できるような責任、果たしてないよね、それで自民ドミ,ドミノの場合は、ね、あやめるって言ったから認めましたみたいに言ってるけど、やめさせたんじゃん、事実上の更迭したんじゃん、なんかいやらしいよね。なんか なんか付き合ってたこともあるし、深い関係もあるけども、でも恋人じゃねえしとかいう男いるじゃないですか、それと同じだよ、ね、もうなんかキモいんですよ、そういう意味じゃ、だから鈴木エイさんのこの写真ね、もう何度も何度も出てくるけれども、えー、これをやっぱりちゃんと岸田さんが、ね、説明しないとダメですよ、ね、一緒に写真を撮っただけ以上の関係はないと言われても、誰も信じないですよ。 だったらこのあの、はっきりとこの水永和哉氏とは何の関係もないと、もちろんこれからもあの統一教会とは近づくこともしませんとか言えばいいのに、なんではっきり言わないんでしょうね。はいそして国葬ですよ岸田、岸田さんのやったことの一番大きなことって国葬だよね、これまでだと、安倍さんの国葬。でももさこれもちゃんとねあの 国民を、ね、賛,否で賛否両論で分断してしまったから、ね、当然だけれども、ちゃんと説明するというふうに岸田さんは言ったわけだよね、国葬については。ところが、衆院報告書はわずか3ページ、これ、去年の12月21日に出た、まあ、わずか 1, 1週間ぐらい前に出た記事だけれども、年末になって3ページの報告書しか出てないってこと、これもあの、なんだろう、ちゃんと人の話を聞いて、 ね、あの説明責任を、ね、閣僚たちに求めたら、自ら総理としても、ちゃんと責任も、うん、あの説明責任あるじゃないかって話だよねで、このね、東京新聞がこの報告書を検証しました、ねえー、でこの国葬を考えるこの協議会は、衆院議員運営委員会のもとに設置されたと、であの非公開で行われたと議、議員メンバー6配下の6人で構成されたっていうけども、 率直な意見が出し合えるように非公開で行われたって書いてあるわけよ。非公開にしないと率直な意見が出にくいんですかなんか後ろめたいようなこと何かあるんですかこれおかしいと思うよ、やっぱり。こんなのもうネットでオンラインで生,生配信してほしいぐらいだよ。会、え、派、ー、の推薦で選ばれたる有識者計6人にヒアリングを実施。冷卓大学の川上和久教授 とか、東京大の西田涼介准教授とか中央大の三山純一教授とかまあまあいろんな人が教授ばっかり意見が述べたんだな、はい、とにかく大学教授であの毒にも薬にもならんことを言う人だけ集めておいたらいいわけだよね官僚としては一応有識者にあの、呼んどきましたよっていうふうにさあの、格好がつくからねここに僕なんかはいや真面目な真面目にいいあ,いいあの、意見なんだけど ここにギャル1人でも2人でも投入したら違うぞって話だよ。えー、分かんないって、よく分かんないって言うよ。<laughs> だって国葬の意味、全然分かんないもん、実際、普通の一般の市民にとっても。で、まあ、概要報告の名で、10日に細田博之衆院議長に提出された報告書は冒頭、えー国国、国葬儀は国民の間で共通認識が醸成されていない状況にあった、結果世論の分断が招かれたと書いてある。 えー、岸田総理の決定が分断を招いたわけではないと言いたいかのようだが、具体的な説明はない、おかしいな、岸田さんは岸田さんの責任として国の、国、あ、葬、のー、に関することは、えー、なんというか責任、説明責任があると言ってたのに、<laughs> 岸田さん自身の責任は何んの問われてないっておかしいよね、続いて、えー、法的根拠に関する有識者の聴取内容列記、れっき。 行政権の裁量として行うことが直ちに違憲違法であるとは言えない、まあまあ、そりゃそうなんだけどね、えー、内閣府設置法が国葬儀を行うことを内閣か限りで決定できる根拠になるものでもないと、まあ、そりゃそうだよね <laughs>、そしたら内閣独走になっちゃうもんだって、国葬儀って国会通さないとだって予算どうするのって話があるからね。 という、まあ、意見はあるんだ報告書に書かれてあるんだけど、肝心の誰の発言なのかの記載がないと、なんじゃこりゃだよね、有識者も無責任だよね、はっきり言って。ね、え名前だけ出てるけど意見、意見が誰が言ったか分かんないようにしてあるって言ったら、そんな有識者の意見なんか無責任すぎてさ、怖いよ、逆にえ。各会派の閣議決定に問題はなかった。 え国民主権や政教分離原則などとの関係で違憲といった意見も、えー、紹介されているが、これもどの議員かわからない、非公開とした理由を与党議員は国葬が批判の対象になったからと説明、野党議員は政府の検証会議も非公開だから合わせたのではと語る、だから結局、政府自体も非公開って、あもう何、国民に何を隠そうとしてんのって言いたくなるよね。 えー、そもそも全5回の会合の議論をたった3ページに要約するのは困難有識者からは内閣のみの判断は恣意的になるリスクがある当たり前のことだよ、うんね、政治利用される可能性があるといった発言があり議員からも国葬は後継首相の政治的立場を正当化するのではなどの意見があったというが報告書では省かれた勝手に省くんだな官僚たちっていうのは。 忖度してね岸田さんを結局、自分の身が危ねえなと思うような危うい発言を誰かがしてたら、官僚が怒られるからなかったことにしますって、これさ、第二次世界大戦の時にに、ね、アジアの戦線で、あのー、負け越しているっていうことを、あのー、真面目にね、正確に報告したらあの、政府の方では、いいニュースしか聞かねえから、そんなの知らねえっていうことで、いいニュースだけ持ってこいっていうふうに言ったみたいなんだよ。 それと全く同じだよ。これじゃあ、どこの国と今、戦争をやっても、結局は勝てないだろうなって。役人がさ、本当のことを書かないんだよ、報告書に。これは役人自体が愛も勇気もありませんと。愛国でもないし、ねえ、自由を守るあの、ね、国を守るっていう責任感もないってことだよ。役人だから許されると思ったら大間違いだぞと。国民はそれを見てるよと。ね 全5回の会合がたった3ページに要約されるなんていうところで勝手にはばくないようだよ。仕事しろよ、きちんとと、まるまる誰が言ったかもわからないんだから、全部あのなんか公表しないと嘘じゃん、それこそ、嘘をつかせてんだよ、岸田総理が官僚に対して。だから岸田さんが言うべきことは、ちゃんと国民が納得できるだけの議論を尽くす報告書にするべきだから、官僚に対してはっきり言うべきなの。一時一句、削るな。 それ岸田さんがちゃんとそれを言明しないっていうことは岸田さんはあの忖度しろよ、俺っていうふうに官僚に対して,、えー、てかプレッシャーをかけてるっていう可能性もあるってことなのよ、えー、文書は国葬の是非や経費の問題には踏み込まずそのまま国会の関与が必要との一致点,点に集約されていくとなぜこうなったのか与、えー、野党の出席者は国葬の賛否をめぐって会派間の開きが大きく 最初から核論兵器しかなかったと口を揃える与党議員は政府の行為を否定できないから事前に両論兵器ですり合わせたと明かすじゃあ別に会議なんかやる必要ないじゃんなんだこれ事前にすり合わせたとかって <laughs> で有識者として国葬は開催すべきではないと主張した三山教授は取材に対して 政府内で1961年から国葬の制度化が検討されたが、決着がつかないうちに吉田茂首相が亡くなり、67年に国葬が強行されたと、その後、政府は国葬を選択しなくなったが、今回突然蒸し返されたと指摘する、そうした意見も報告書には反映されてない。何これれ政府のの中ですらもうあって言ってみれば黒塗黒弁のねあの なんていうかな報告書になってるって、何それ、そうもう国民全然なんていうかな納得しないよね、えー、首相の行為を正当化するために意見を聞いてアリバイにしたという印象を受けるでしょうね、誰が聞いてもそうなるよ、えー、衆院の検証報告についても、政府も年内に有識者ヒアリングの結果を公表する、えー、ただ、松野裕和官房長官は今月12日、つまり12月12日の記者会見で、 国会との関係など、手順に関する一定のルールを設けることを目指すと表明、ここでも国葬自体の是非より、国会の関与の在り方に焦点が当たっていると、ね、ちなみに政府の有識者、約20人へのヒアリングも非公開で行われた、これも非公開かいと、衆院は、じゃあ、聴取した有識者の名前は調査中から出していたが、政府はそれも伏せていると、この国はなんだ、秘密国家なのか、うん、ナチとかあんまり変わんねえじゃん。 えー、内閣官房の担当者は結果を公表する際整理した論点とともに専門家の名前を一応示すってなんだそれ全部出せよ、えー、衆院の報告書と同様に誰が何を発言したか明かされない可能性がありそうだともう何言ってるかさっぱり分かないよねもうねそうなるともう一つ気がかりなのは安倍氏の国葬で政府が参考にした故吉田茂国葬記録、ね、のような公式記録だと。 吉田氏の場合は準備や当日の様子を290ページ近くにわたって伝えているが当時の新聞各紙が報じた冷めた、えー、世論などは記述がない、ね、安倍氏のものも作れば今後国葬をする場合の引き継ぎ資料にもなる、えー、内閣官房の担当者は現時点では結論は出ていないが記録はその都度その都度による性質のものなので可能性はあるうこうした文書に先駆けて作られた今回の衆院報告書は 国葬の検証として妥当なものだったのかとたかだか3ページですよ、ね、明治大学の西川新一教授、政治学は国民の一番知りたい点は国葬へ至る手続きと国費投入の妥当性その点を検証することで与野党で合意が得られなかったとすれば衆院の報告は説明責任を果たしていないアリバイ作りだったことになると立法府の責任を果たしたのが極めて疑問憲法の国政調査権を持ち出すまでもなく 行政府をチェックすることが国会議員の職責のはずだと指摘する、その通りですだから、役人たちに対して国会議員が、まあ、そこに参加した人の発言録は誰が何言ったか全部、かけよこらっつって怒んなきゃダメだってことですよ、えー、衆院の国葬報告書が出た10日に国会は閉幕首相はその際の記者会見で防衛費増額などを明記した安保三関連3文書に関する増税を強調した、ね、議論は沸騰したが国会の外だけ。 大事なことを議論しない議会の存在意義とは何なのかと、国葬の検証は来年、つまり今年の国会でも続けるべきだと、まあ、あって、実際にこの検証全文というのが、まあ、こうやってあの書いてあります。まあ後で見てください、ぜひ。腰抜かすぐらい、なんか、スコーンって何かがいっぱい抜けてます、はいね。今まで言ってきたのは、増税しないと言いながら増税するという大きな嘘 ねえー、次に、えーなんだ <laughs> す、すぐ忘れちゃったらだメだな俺も、あのー、統一教会ね、自分自身の岸田総理の疑いは何もあの説明すると言いながらしていません。っていうのと、3番目ね、今挙げたように、国葬については国民の皆さんの理解を得られるように説明責任が、ね、あるから説明するよと言いながら、3ページしか報告していませんでした。はい、これ3つ目ね。そして4つ目です。 はいもうね年末、これを読んでね、ねもう手をたたいて喜んだ人たちがいるんで、ちょっと目を覚ませと、僕はあのそういう動画も撮りましたけどもね、はいこれはなんだか、何かって言ったら、宗教偽善問題が去年ね、山上哲也容疑者の、まあ、事件によって、えー、浮き彫りになって、で当事者たち宗教偽善の当事者たちが、えー、7万人の,あのネット署名を集めて、 えー、宗,宗教絡みの子ども虐待でも、それは一時保護してくれというふうに訴えていたら、えーね、こ,の <laughs> これちょっと面白いけどあの、統一教会の関係議員であるところの加藤勝信厚労大臣、えー、なんですよ、うん、が宗教虐待の対応指針発表っていうふうに言ったわけ、つまり宗教絡みでも一時保護しますよっていうふうに。 あの方針を、ね、発表したの、そしたらさ、宗教2世の人たち喜んじゃったわけよ。ね、やったーと、宗教がらみでも今までだったらあの門前払い食らってたのに、宗教がらみ,みの虐待でも、えー、なんていうんだろうああの、一時保護されるんだ、よかったーとか、ね、喜んじゃったわけ。でね、あのこの記事の中にもさあの、児童虐待防止協会のこの理事長がね、 えーねね、虐待防止につながると同時に、児相が動きやすくなると評価すると、これ、嘘ですかね、これも嘘だよ、俺から言わせると、後で説明します、一方、子どもが信仰の影響を受け強く受けている場合、児相含めて第三者の介入が困難で、えー、心理的虐待やネグレクトがあればさらに判断しづらい、その通りなんですよ、踏み込まないとわからないんだもん。 で一時保護したとしても帰宅させるか施設に入所させるか判断が難しく課題が残る、これは親権の問題があるからなんだよと。親権者は子どもの居場所を決めるたった、うん、唯一の存在なわけ、ね。子供は自分の居場所を自分で決めるという法的な権利がないから、親にしかないんだよ、実は。だからあのなんとかに施設に入所させ,るさせるか判断が難しく課題が残るとしているわけだよ、現場はね。うん、なのにのに NPO おじさん、ね、この理事長は 自、ね、相が動きやすくなるなんて言ってるけど、そんなわけねえじゃんって話なきゃ、なぜなのって、自、ね、相の人がだって、こういうふうに厚労省から上から言われたら、宗教、ね、絡みでも保護してくれるんじゃないのっていうふうに思う方いらっしゃいますよね、はい、厚労省がこういうデータを発表しております、ホームページ行ってください、厚労省の。ね、2020年度に全国の自相へ寄せられた虐待の相談件数は20万5044件でした。 はい、これ今あの見てる、この何て言うんだろう、えーっと、このクリーム色したデータっていうのは厚労省のデータですよ。そのうち一時保護された件数は2万7390件、はいいいですか、20万件以上相談件数があっても、一時保護されたのは2万7000ってことはどういうこと、保護されたのは相談件数全体の約10 13%に過ぎない。 自相にそう、ね、相談しても85%以上は保護されていないの、今の時点で。はい、これを振り返ります。こういうことなんですよ。ね、これ、厚労省が発表してるのよ。つまり、今の時点で8、ね、いや、虐待されたとか言っても、ねあの、実際に保護されてるのは13%なんだよ。そこで、 あのこれからは、じゃあ、宗教絡みでも、えー、虐待と認めますって言われたところで、入所する施設の数も足りてなければ、職員も足りてないわけ、だから今、20人しか入れないって部屋に、下手すると40人とか60人とかぶっ込んでる可能性すらあるわけ、ね、実はそういうことを言う元児相の職員も出てきましたよ、ねあの記事のあの、いろんな記事に最近出てきてるんですけど、だから、一時保護施設が増えないのに、 なんであの宗教絡みだったら入賞できることになるのおかしいでしょ、だから宗教2世の人たち、これ、今回の厚労省のニュースで喜んじゃってるんだけど、喜んじゃダメだよ、君たち厚労省の加藤大臣にも、ね、これを発表した官僚たちにも騙されてんだよ、宗,宗教絡みであろうとなかろうと、保護できないでいるわけ、今、それが問題なのに、あの宗教絡みでも今までははねつけられてたけど、これから保護されるんだって、されないから。 箱物だから、定員があるから、職員も足りてないから、できないんだよ。できないのに、これからは一時保護をね、あのさせるとかなって、上から通達してるこの加藤勝信。この人がずるいのは、自分も宗教に、えーの、宗教、えー、のとリか、ばりばりの壺議員なわけじゃん。だから、ね、あの宗教的虐待っていうのを児童相談所にあの対して、新たな法律、 児童虐待防止法の改正の中では、宗教的、えーえー、虐待というのを一つジャンルとして作って、そのために増え,、えー、増えてくるだろう、一時保護のために施設を増やす予算を、ね、あの国会で勝ち取りますって言ったら話は別なの、そうでしょ、だって政治的に宗教的虐待が何かを定義してないんだから、政府は。 だからまず、それが確固たるものがあるならばそれはそれに応じて当然、一時保護を増やさなきゃいけないから一時保護施設を増やす予算を国会で求めていくぐらいまでせめて言ってくれるなら話は別なのよだけど厚労省が宗教絡みでもこれからは一時保護しますって言ったらさ喜んじゃう人たちがいるっていうのは子ども虐待のなていうかな厚労省が発表している公式発表すら目を通してないってことなの。 みんな騙されちゃだめだよ、ちゃんと厚労省は発表してるよそ。ということは知っているのに、なんでわざわざ、じゃあ宗教絡みもこれからは虐待だと認めますと言ったかって言ったら、加藤勝信、つぼ議員だからですよ。つぼ議員だから、お前何も動かないんだろうって言われると、あとあと選挙の時にも困るし、党内でも。 あの自民ドミノの一角になっちゃうかもしれないから、それを避けるためには、宗教二世を騙せばいいんだっていう話だよ、宗教二世、どうせ85%以上あの相談があってもさ、ねあの、入所できてないこと知らねえだろうと、知らねえんだったらあのいや、いや、一応やりますよっていうポーズだけ見せとけば、彼ら喜ぶぜ、彼らの怒りを鎮められるぜっていう風に加藤正信、考えたんだろうね、きっと。いやそうじゃななくて本当にに大臣なのに もし厚労省の公式データ見てないとしたら、単端的に無能だよね。自分の省庁の公式データすら知らないとしたら、本当に無能だと思うけど、そんなわけないじゃん、知ってるんだよ。知ってるのに、宗教2世から突き上げ食らったら、自民党だから今もう内閣部ガタガタなわけでしょ、支持率が。だから、ね、実際には救われないけれども、救われるかのような、えー、アナウンスをした方が得だぞって思ったんだよ、加藤さん。 だから宗教にしたの人は怒っていいはずなのに、喜んじゃってんだよ。裏切られたんだよ、宗教にしたの皆さん。それをちょっとあの残念だけども、ちゃんと厚労省のホームページ見てごらん、そうしたら、厚労省の官僚たちやだ、ね、加藤大臣だって、このぐらいのことは知ってるよ。85%以上が虐待相談があの何て言うかなあの、保護されていないことすら知ってるよ。知ってるのに、騙したんだよ。 宗教2世、俺はものすごいそういう意味で腹立ったよ。ね、宗教2世の方からこれまで苦しんできて、あんなカルト教団は嫌だと思っていたらさ、シャバの方がカルト教団とあまり変わらなかったってことだよ。別のカルト教団に来たようなものだよ。騙されちゃダメだぞ、宗教2世の皆さんって僕は言い,言いたくなります。はい、次。ね、えー、所得倍増を掲げた人。 岸田総理でした総裁選の時に、はに、い、所得倍増になったのは自分の息子だけでしたっていうね、ニュースですよ。ね、長男を首相秘書官に起用ですよ、年収1000万ですよ、首相秘書,秘書官って言ったら、はあ。もうこういうニュースあった時にさ、この人は国民全体を所得倍増させるって言って、かっこいいこと言って、総裁選に受かったんだよ。 ね、あ河野太郎を蹴落としたんだよ、私は所得,所得倍増しますって、できるわけないようなことを言って、景気のいいことを言って、なんか秘策でもあるのかと思ったら、息子だけ年収1000万にします、息子だけ所得倍増してんじゃん、こんな人が総理なんだよ、歴代100代目の総理なんだよ、しかも、にあの歴代で一番人気のない総理でもあるわけで。 この人本当に心臓になんつうの毛が生えまくってんのかなっていう気がするよね人の話は聞かない、聞く力なんていうのも、聞く力がないからこそ、聞く力っていうのを、この人、キャッチフレーズにしたんだと思う、だから総裁選の時僕覚えてるんだけども、岸田さんの奥さんがテレビでインタビューされて、旦那さんは聞く力っていうのが魅力だそうですがっていうふうに質問された奥さん、岸田の奥さんが、でもだったら私の話も聞いてほしいわって言ったんだよ。 って <laughs> ことはさ、奥さんですら、もともとこの人聞く力なんて、ねきね、周りのだって家族の話すら聞かないんだから <laughs> あの、国民の話なんて聞くわけねえじゃんって話なわけだよね。だからこんなに国民が困っていても、ね、あの所,得あの所得が上がらない、賃上げされないんで、所得が上がらないって、ね、困っているのに、えー、長男だけは1000万の首相秘書官にするんだよ、税金で。 たま、はあ、おかしいよね、この人に腹立たない人いるの、国民でって言って、僕は言いたくなる。ね、で、面白いのは、去年の年末にさ、この JB プレスが聞く力もなかったが、語る力も不足している岸田総理って言って、いや、全くそうだよね、語る力っていうのは、さっきあの僕、挙げたような、ねそう、例えば統一教会だって、えー、疑惑を持たれてるんだよ、この岸田さん自身が。で、国民が納得するようなあの国会での回答、なんていうの。 うんなんていうかな説明責任なんて、総理自身が、岸田総理自身が果たしてないじゃん、国民は納得しますかと、納得できてないよ、岸田さんの存在そのものに対して、もちろん国葬に対しても、3ページしかさ書いてない、しかも、不都合なことはノリ弁にすると、もしくはノリ弁と同じように削除してしまうんだよ、発表前に。なんだこれ。 そう、しかも防衛費だけでね、もう1ヶ月も経たないうちに勝手に決めて勝手に進めてるよね。で、所得税を上げますって。だこの人、本当にあかん人だと思うよ、岸田さんって。あのなんかさ、サラリーマンみたいになんか、真面目な感じだと、ちょっとこう、なんだろう、好印象を持つ人もいるかもしれないけど、僕はこういう人ほど危ない人だと思います。 なんか僕はね本当に怖いなっていう気持ちでいます。だからもうね、年頭からあんまりさ、シビアな話って本当はしたくないんです、僕は。ね、でもね、岸田さんに関しては早く支持率も20%も切るぐらいになってほしい、もう多くの国民がこの人、やばい、おかしいぞっていうふうに思って、えー、早く解散をしないとですね。 あのどん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 おか日本自体の社会の仕組みがおかしくなってしまうと思う、そりゃそうでしょう、あの国葬のさあの、報告だって3ページって国民なめとんのかと、そんなこと平気でさせてるあたりからして、本当におかしいんだと思うよと、でだからといって、僕ら国民は何もできないと思うかもしれないけど、例えばツイッターの岸田さんのアカウントに、あるいはフェイスブックのアカウントにみんなでさ、 あのメッセージ送ってもいいんだよ、メッセージツイートしても、もういい加減お願いですからやめてくださいと、だからもう岸田さんがやめることこそ日本にとって幸せなことですと、あなたこそやめてほしいと、もうみんなね、やめてほしい、やめてほしいっていうふうに、岸田に向けてツイートしたり、フェイスブックメッセージ送ったりすればいいと思う、そうすると、それをあの担当してる広,広報担当の周りの秘書とかがさ、 いやマジそうだよなと口には出さないけど、この親父早くやめてくんないと、本当困るわと、日本がやべえわっていうふうに多分秘書たちも思ってるんじゃないかなと思います。ねまあ、それ以外にね、岸田以外にもいろいろ経済的なさ、疲弊とか、ね、い、ま、ろ、あ、んな要素で、ちょっと暗いニュースが実はまだまだ今年も続いてしまうだろうなって思うんですけれども、ね、国民ね、1人としてはできることはそんなに大きくないんでね。 せめててて僕は稼ごうっていううっいいい話を延々していこうと思います。早めに稼ぐ、あのー、なんていうか取り組みに、えー、スタートさせてしまえば、ね、後から考えれば、ああ、始めといてよかったって絶対になると思う、ねで。やっぱりね、稼ぐって言っても、一人で何か稼ぐと、大したパイが得られません。それよりも、やっぱり仲間と一緒に稼いだりするっていうのも大事。で、仲間を作っていくっていうことも大事。仲間そのものがやっぱりね、大事になってくると思う。 うん、それはお金に取って変えられないものですよやっぱりみんなで生き残ろうみんなで生き残ろうっていう気持ちでいればあの多くの人からねやっぱり、えー、支持される、えー、事業やビジネスを立ち上げることもできると思いますね、えー、一人で幸せになるとか勝ち組になるとかそんな寂しいこと考えないでみんなで稼ぐね、みんなで儲けようよという気持ちで今年度は あの批判をね政府にしつつも僕らにできることは何だろうかってことを具体的に考えていこうと思います。えー、今年もぜひ見てください,おいじゃ、ね